福井ティタンは、約1億2500万年前の半ばにあたる、バレミアン後期のアジア大陸の中緯度、東岸部の東岸部に生息していた、植物食恐竜。竜馬木竜脚系ア木新竜脚類マクロナリアの、ティタノサウルス型類に分類される。ニポナンススの一種の実が知られている。化石は、日本の福井県勝山市茶炭町にある、茶炭層で、 福井県立恐竜博物館が2007年夏に実施した恐竜化石発掘調査で算出した。福井タイタン族名福井チタンの福井は、算出地が属する県の名でもある地名、福井から取っている。タイタンの方は、ギリシア神話に登場する巨人族ヨタタウニューカ、そこから派生した巨人を意味する普通名詞から取っており、合わせて福井巨人を意味している。 ニポナンス主首名ニポナンススは、日本原産種や日本産出の全滅種に当てられることが多いラテン語主格形容詞で、日本産のを意味する。本来は長母音を省略しない、ニポナンススであるが、分類学では長母音を省略する慣習がある。構成要素である、日本は、対象生物種の産地である日本の日本語名、日本のことで、これを、産、の意味する。 ラテン語説美人ススと組み合わせた、今種語である。中国語では、福井チタンをフクイキョリュウ、福井居竜、福井チタンニポナンススを、日本福井居竜と簡約している。本種や、他の恐竜を産出した茶炭層の相続分図、本種の位置は、上部層で、FPDMV8461 と記して、ある福井ベナートルと同じ層。福井チタンの生態復元型モニュメント。 恐竜広場にある恐竜の像の一つ。全高約6メートル、全長約10メートル。CF 福井県立恐竜博物館が2007年夏に、一た第三次恐竜化石発掘調査で、竜板類の部分骨格化石が発見された。産出地は、鉄取草群茶炭層であった。2010年、日本の古生物学者で先の博物館の館長である、東洋一と、 同館研究員の柴田正樹によって記載された。記載論文を掲載したのは、中国の地質学専門雑誌である、地質学法の英語版、アクタ・ジョバロジェ・カシニカの第84巻第3号であった。ホロタイプは FPDMV8468。採取された化石は、一個体のものと見られる関連した部分骨格化石標本。 FPDMV8468 のみである。本種は戦後の日本国内で初めて見つかった比較的良質なティタノサウルス型類であり、あまり知られていない日本のティタノサウルス型類について光を当てている。発見部位が少ないため本種の全容についてはわからない。ありがとうございます。